ピンクマットゴールあ、ゴールデン。さあ、我が家に新しい家族が増えたので、ちょっと見て、覗いてんだけどじゃあちょっと家作りやりましょう。じゃあちょっとあの、じゃあどっちがどっちのケースからね。私こっち。餌の準備です。敷物を用意しなきゃいけないでしょ。敷物用意取って。ちょっと邪魔。これはここから開けます。そっからこうやって入れるんだ。そう。これはどうやって開ける。あれ、これ餌ないじゃん。餌の袋は。あるじゃん、ここに。でもまず敷物を入れていきます。あ、じゃあミナちゃん、ミコワクちゃん。あ、でちゃん。大丈夫大丈夫。これ何ですか。くるくる回るやつだね。じゃあはめられないんだよ。お、床でやってみて。で、鳴らして。もうちょっといいね。そうだね。あ、でもそんぐらいだと思う。え、そんぐらい？ビラビラやってないかも。めっちゃ、いや、もうちょっと足したら、もう、怖く、そんないらない。多分、多すぎるから、怖く、ミラのところ、あ、ちょ。でね、ミラのに渡して、そこ。そんな量いらないと思う。一緒ミラ行くよ。ねえ、あれが掃除すんの、本当に。私、楽しみ。餌。ひまわりの種。あと、これ、カラカラも置いた方がいいよ。ママちゃん、でも入ってんじゃん。え、どこにつけるの？どこなんだ。あ、これ置こうかな。真ん中じゃない。じゃあ横。まだ。取ってみて。あ、いけた。よしよし。で、さらに入れていきます。ちょっとでいい、ちょっと。そんないらん。うん。で、この3つを入れて。それもちょっとでいい。これはね。で、この木どうすんだろうなと思って。どっか、そう、遊ぶスペースなんじゃない？じゃあ、入れてみますか。ちょっと待って、水は？あ、水ですね。これぐらい？はい。水入れてきます。で、さあ、入れた。したら、2階も作った方がいいんじゃない？2階。それやめとこう。絶対わからないと思う。でも終わりました。じゃあミナちゃんできたんで、やめて。これなんだろうね。もうやめて、やめて、触らないで。買ってきたんですけど、このね、ペットのお家がちょっと1個しかなかったんで、後で買いに行きます。でね、こうちょっと見にくいけど、ここに餌と水と、あとね、トイレもね、後で用意しますんでね。で、こっちはあの、あ、このケース、遊ぶケース入れたら、遊ぶケースがしょ、そう。ここの角に入れます。はい、で、入れた。はい、じゃあ、琥珀ちゃんのやつは餌場と遊ぶやつと、あと、ね、そうですね、くるくると、これが上下に。はい、じゃあまずどっちかから入れましょう。はい、じゃんけんして、じゃんけん。じゃあどっち入れるんだ。じゃあちょっと、え、怖いです。あ、お、準備できてる。見せて。あ、いらっしゃいませ。じゃあ入れてあげて、そっと、ほら、怖いって。なんか食われてんだけど、ちょっと押し出してみたら。どうして？手でスッと。で、反対から開ければいいじゃん。反対も開けます。反対から押すみたいな。怖い。怖い。なんで？打ちますよ。行きますわよ。あ、どっちから出そうです。じゃあどっちからでもいいから。どっちからでもいい。ほら、お家入れてあげな。よし、ロボットを開けて、反対から、はだはだはだ、で、押してあげな、
家だよって、そう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 家だよって押して押して。あ、入った入った。あ、入った入った。でこれちょっとまんべんなくしてあげて。僕の家だ。ああ。で閉めて。はい、ちゃんと。え、じゃあその上に登っちゃうっていうことか。はい。この子はキンクマさんでーす。女の子でーす。え、めっちゃ見てる。ここら辺コブができてるわ。あ、まだまだあのおやつが入ってんだ。あ、おやつが入ってんだ。口たっぷりだね。ちょっと全然知らないとこに連れてね、いられて大変だからさ。行きます。はい、どうぞ。さっきからガジ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 やってた子。お。あ。あ。あいた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 。ほら、中に。押してあげて。出てきた出てきた出てきた。うわ。で鳴らしてあげて、その髪を。やばくやめて。なんで？もう餌のとこ行った。うちも餌のとこ行ってる。この子ね、男の子なんだけども早速餌を食っております。お腹空いてんだね。餌屋さん、餌それ1個置いたの？2つ買えばよかった。あ、さあじゃあ2匹かも。で閉めますよ。7人家族になった。はい、でこれがなんだっけな、ゴールデンハムスターの男の子です。名前を決めなきゃいけないね。名前はちょっと後で発表会だね。これでなんかね、1週間はちょっと触っちゃいけないってことなので、1週間はちょっとおとなしくみんな我慢してもらって、ちょっとハムスターたちにお家にね慣れてもらおうかなと。すごい、もう口パンパンなんだけど、すごい、かわいい、見てほらパンパン、ほら、おー、すごいね、パンパンじゃん。見て、うん、食べてる、2人とも食べてる。2人ともいい、元気だね。元気だね、いいことだね。元気だものね、元気だもの。食欲旺盛でいいことです。さあ、お家できたんでよかったね。イエーイ、嬉しい。一目惚れの。しっかり世話してくださいね。はい、はい、特にあなたです。さあ、初日の夜です。だいぶ慣れてきたみたいで目線が合ってるずっとちょっと固まった状態。この子はね、やっぱね、ちょっと臆病でね、こうやって近くに寄ると固まっちゃうんですけど、このこっちのね、オスはね、もう超元気で、さっき走り回っておりました。もう今、遊びたいモード。もう外に出たいんですよね。でもね、出たいんだけどね、ちょっとさすがにそれはできないので。でもね、結構ね、慣れてきたみたいでね、お家がね、大丈夫なんじゃないかなと。ここで寝てた。この子はもうひたすら運動。いや、やっぱね、元気、男の子は超元気。もう飽きない飽きない、本当に。じゃあ1日目終わりたいと思います。はい、みこちチャンネル。はい、じゃあ1週間経ったので、ちょっとね、触れ合いをね、やっていこうかなと思います。でちょっとね、この女の子今 おやつ食べてるから、ちょっと後にして、じゃあこの子、男の子から触ってみようか。下からね、いいんじゃない。うん、いいかも。優しくヒュッと。あー、すごい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 、触った。
しいね。ちょっと耳が外向いてるけど、うんこだね。おー、超元気超元気超元気、いいですね。行きますよ。いいよ。嫌なのかな。嫌なんだね。嫌だけ。かわちあー潜っちゃった。取ってみようかな。あ、でもね、嫌がっちゃうのそれだと。ほらパパに触らせてあげな。ねー、超元気。大きいよね。大きくなってきたね。超元気だよ。ハムスター何歳？ハムスター何月？そう、だからこのさ、手から伝わる、なんだろう。高さ？心臓の震えてんのかな？何なんだろう。うん。あとあの、爪がね、うん、ちょっとね、当たるでしょ。まあ、触ってみる？シャワーに痛い。じゃあ。あー、こんにちは。シュク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 、あーかわいい、あーたかねえパパや、あーかわいい、尻尾に近ければちょっとかわいいよね。この子臆病だからね、しょうがないんだよね、うん、ねネットで調べたのか、女の子の方が臆病とか言ったけど、なんかね、あのお店の人はいや、あんま変わんないですよったけど、でもやっぱりこうなんかやっぱうちの患者とあの子全然平気でね、怖くがっかりしてる。女の子はやっぱり臆病なのかなっていう気がするね。これ生きてるんだからすごいね。そう、生きてるんだよ、そう。生きたいんだね。いいよ。よいしょ。はい。これかね。置いとけばいいよ。ねえ、やめて。ねえ、やめて。はいね。はい、じゃあそしたらですね、ちょっとね、エアのね、お掃除をね、してね、きれいにしましょう。ここにあるね。じゃあちょっと避難場所。かわいい、かわいい。描いてる姿はないよね。だけゆっくり閉めて、挟まらないよね。ちょっと出てこないので、ちょっと強引にじゃないけどお掃除しましょう。先にじゃ捨てちゃって。マイペースだな。まあ、とりあえず上開けて。早くちょんちょんって押し、ちょっと下に奥に行ってもらって。待って、なんか歯折れてる。え？こっちが。そうなの？なんか折れてない。え？昨日ガリガリして折れちゃったの？んじゃん、うん、こっちが歯なんだけど、下の歯がないんだよ。ほら、あー、ほんとだね。ないね。まあ、しょうがない。はい、じゃあ、パッと捨てちゃう。え、じゃあ、どこか、あれかしてんだよな。うん、だからティッシュで拭いて。
ポッと。もうパパやってあげて、ほら。ねえパパやだ。ねえねえ、でもこの子 すごいストレスなんだよ今。もう戻してあげないと。ごめんね、ごめん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 。開けて開けて。で蓋すぐ閉めて。あべらないよね、気をつけて。でガッツリちゃんと。オッケー、終わったまたゆっくり触ればいい。だってもうあの子ストレス綺麗になりましたね。あー綺麗になった。もう見て落ち込んでる。もう全然ここから出てこない。もう恐怖心満々だね。こっちはもうなんかちょっと疲れて寝ちゃったんだけど。はい、あとは重大発表があるんだよね。名前決めました。どっちから発表したいですか、小木ちゃん。じゃあこの子のお名前はなんて言いますか。ピノです。カタカナでピノ、2文字、ピノでございます。なんでピノにしたの。え、なんか可愛かった。あ、ピノっていう名前が、まあ確かにね、女の子ね、いいよね。じゃあミラちゃん、名前はチョコモチです。チョコモチ。チョコはカタカナで、モチはひらがな。チョコモチ、なんでチョコモチなの。友達と話してたらチョコモチがいいんじゃないかって友達が言って、確かにチョコモチいいんじゃないかと思ってチョコモチにしました。じゃああなたじゃなくてその友達が決めたってことだね。はい、じゃあ新しい我が家のねファミリーはチョコモチとピノです。ピノに決まりましたね。ちょっと末永くね、ちょっとね愛情を込めて育てていきたいと思いますんでね。よかったよかった